白山神社は、京都府宇治市白川舎場山にある神社である。金色院の陳述者として、1146年に、加賀の白山神を誕生したのが始まり。金色院は、消失、再建の後をとろえるが、白山神社は残った。白山神社は、790年に放送が流行した際に、その地位を願って建てられたと伝えられる。その後1 1 0 2年に、 冷静天皇の皇后、広子により、白川根治基院が建立され、1146年に白山神社が誕生された。これは白山神社が金色院の陳述者となったことを意味すると言われる。その後、1460年に金色院が炎上したが1463年に白川別所根治基院勧心状が発布され、1467年に、 金色院は再建された。この間、白川の人々は白山神社を信仰の対象としていた。毎年10月18日に秋祭りが行われるが、この祭礼に先立ち、18日未明、百味の御家と呼ばれる新鮮が備えられる。百味とは三輪田畑で採れる食物のことを言う。百味の種類には次のようなものがある。また、この新鮮には、 茶の枝が含まれている。茶の枝は元来は含まれていなかったが、1970年頃、新時の当番が白川はお茶の産地であることから提案し始まった。茶の品種では、朝日、軽緑、五香、矢吹田、細かげ、三緑などがあった。新鮮に茶が含まれるのは、宇治の地域性を示す貴重なものである。調整は、 30センチメートルから40センチメートルに切った万ボの茎に100ミを突き刺したものをカボチャの台に差し込んで立てる。7月18日には砂持や拝殿の障子の張り替えが行われる。砂持では参道に寺川からあげられた砂が運ばれて巻かれる。車前には三角水状の清め砂が2組作られる。1277年建立。桁雪三軒。 はりま三軒、一重、寄せ棟作り、かやぶき、住宅様式、重要文化財指定番号00548、指定年月日1910年8月29日、拝殿内部の床は拭えいた時期、柱間は、吹き寄せ山の腰高障子、天井は折り状小祖角天井。この折り状小祖角天井の折り状部分の枝輪が4本のみである。拝殿は、 宇治りきの建物であったという説がある。流れ作り。屋根は日和田吹き。1995年、京都の自然200選の歴史的自然環境部門に選定される。宇治川から神社までの通称、もみじ谷には、つぶらじい、しりぶかがし、くすのき等が茂る。秋には、いろはかでの群生が公用する。ありがとうございます。